が2位の556店舗に比べて2倍以上の開きを1位と2位でついてるっていうのはやっぱお高いやつダントツなんですよ。僕の感覚的に言うと3年前後ぐらいでブランドの中古市場自体は減少傾向に行くんじゃないかなと思ってます。株式会社マクサスでは一緒に働いていただける方並びにフランチャイズをやっていただける方を随時募集しております。詳しくは概要欄より。石油もあれ見ちゃいましたか、もしかして今見てますよ。リサイクル通信かぶっちゃった買取 FC 店急増ってことでリサイクル通信、はい、まあ、記事もめちゃくちゃウェブのアクセスランキング1位ということで伸びてるんですけど、いやまずねこれあの先にまず言いたいのはなんで買取専門 FC にうちが入ってねえんだよおいリサイクル通信ふざけんなよなあ取材しといてけど、これちゃんと連絡実はもらえてて、一応今回は買取の専門店の AC って形なの、出張買取の AC は入ってないんで、うち以外のそのフランチャイズとかも入ってなかったんで、はい、そこはそういう感じですって。まあ専門店っていうのはもう店舗、そうそう、業態、ね、はい、持ってくるね、店頭買取の業態でって感じですね。名前を見ていくと結構買取 AC の解説シリーズでも出てきてるね、出てきてるやつですね。お宝屋が2020年から21年は327店舗で出てますね。すごいっすね、1日1店舗以上出してることになりますからね、とんでもないですよね。一昨年は300店舗強をお宝屋が出して、2021年から2022年で254店舗を大吉が出したみたいな感じですね。めちゃくちゃ出てますね。これ大丈夫なんですか？でしかもなんかお宝屋大吉大黒屋若葉に関しては看板の色の違いぐらいだよみたいな。っていう風には思ってるんですけどね。まあそれこそね、元若葉ナンバー2のねフランチャイズオーガナイザー佐々木さんが言ってたんですけど、まあ若葉は商業施設の出店っていうところでうまく勝ち進んでいったみたいな話だったんで、確かに5年前とかは商業施設に出てるイメージって全くなかったんで、最近の重要なんですよ、ドンキホーテの中出したりとか、そこは若葉が走りでうまくいったんじゃないかなっていう。あとはあの二刀リッチって言ってましたね、いいリッチじゃなくてちょっとこう微妙な高級なところじゃないところで出店戦略うまく形にしてみたいな。だからあの銀座とかそういうところに若葉とか出てないですよね、まあ、出てるのか分かんないですけど、あんまイメージはないんで。大黒屋に関しては紺色の看板が特徴って書いてますそれはそうなんだろうねっていう紺じゃないですね、あの黄土色、黄土色か、黄土色、オレンジ、黄土色これちょっとおかしくない？ビジネスの特徴に対して看板の色を特徴って言ってること自体がさ、うん。その後エコリング、ウルナビ、キングラム、リサイクルマート、サスガヤ、ブランドオフとかっていうのは結構詳しかったりするんですか？ああ、まあ大体知ってますけどね。あ、であればちょっとまた別回で取れたら取りたいですね、うん、ここら辺をじゃあまあとりあえずね話軽くしていくと、まあまずはねここでのトピックスとしてはお宝屋が圧倒的ナンバーワンですよっていう話ですね、うん、店舗数が2位の大吉556店舗に比べてお宝屋は約1300店舗ってなってるんで、2倍以上の開きを1位とについてるっていうのはやっぱお高いダントツなんですよ。ちょっと桁違いですよね。そっからまたダブルスコアの差がついてるというか、1300店舗お宝や556店舗大吉、そしてまた半分以下になって大黒や260店舗で若葉みたいな。だからどっちが3位かっていうのは結構グニグニって言うんですけど、1位と2位っていうのはまあ圧倒的というか、3位に対してはねダブルスコアダブルスコアっていうね差が開いてるっていう、一応そんな感じにはなってますね。本当ね、このブランドの買い取り業態ってめっちゃ増えてるんですよね。いや本当に。かといってブランドの市場規模ってじゃあどれぐらい増えてんのっていうと、去年が相場落ちてたから落ち込んで今年反発したんでめっちゃ伸びてるんですけど、ブランドの買い取りの専門店が増えてる量に比例して市場規模って増えてないんですよ、っていうことはすなわちなんですけど、3年前ぐらいのデータ見ていけば分かるんですけど超微増なんですよ、に対してこんだけ店舗数増えてるってことシェアが分散してるっていう解釈も取れるんで、そうなると結構きついんじゃないかなっていうのは僕の見解です。だこんだけ逆に増えててやばいよってなってる状態でこうなってるってことは情報としては結構鮮度が悪い。世の中にこのマーケット生きてるよってみんなが知るぐらいの時っていうのはなかなかその市場戦いづらくなってるんじゃないみたいなところがあるので、そこら辺は立地によっての勝ち筋は全然作れると思うんですけども、マーケット全体の話だけで言うとちゃんとブランドの中古市場がどれぐらい伸びてるのかっていうのを、店舗数どれぐらい増えてるのかっていう結局差分なんで、そこら辺はちゃんと解釈した方がいいですね、結局ね100億のマーケットに100社なのと1000億のマーケットに1万社だったら結
局前者の方がマーケット的に美味しいわけですよ、うん、パイに対してその業者数なんでマーケット伸びがあるのに業者が増えてなかったりすると穴場だったり、うん、だからまあこれで店舗数めちゃくちゃ増えてるからこの店舗のモデルっていいよねっつって今から参入するっていう安易な判断はちょっとやめた方がいいですね。そうですね、危ないですね。逆に言うとこれがあと5年から10年の間に多分出張買取がこういう感じになるんじゃないかなと思ってるんで今のうちにちゃんと取り切ってればかなり勝ち筋あるんじゃないかなって僕は思って突っ込んでるんですけど、うん、出張買取もいずれはこうなるでしょうね、うんうん、言ってもなんかこの店舗がドカッと増えたのここ2、3年の話なんで、うん、ここからどんだけ残るかとか。そうですね、ここからはねちょっときついんじゃないかなと思うんですけど、あとはもう一方の目線として、まあ、こう単純に国内の市場っていうところもあるんですけど潜在的な需要がどうなのかみたいなところもある程度加味した方がいいかなって僕は思ってて、今ブランド品って視聴者さんの方がどこまでこうイメージできてるか分かんないですけど国内って金持ちが全然増えてないからブランド品みたいなものを買う人って全然少ないんですよ。こういったものってじゃあブランドオークションとかに出した時に誰が買ってるかって海外勢なんですよ。中国のバイヤーとか海外のバイヤーなんですよ。だからどん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 日本から出てってるんですよね。かといって日本で生産されてないから単純に全体のブランドのパイ自体が減っていくんですよ。どっかのタイミングで今こうブランドも若干伸びてるんですけど多分落ち目になると思います。これ多分3から5年の間に風向きが変わると思うんで、そこら辺があると一気に多分業者がギュッと絞られるタイミングが多分まあ僕の感覚的に言うと3年前後ぐらいでブランドの中古市場自体は減少傾向に行くんじゃないかなと思ってます。買取店舗も増えててなおかつその在庫が全部海外に流れてる、うん、在庫がね流れてったらそれは回んないんで海外から日本に入ってくることはないんで、うん、金持ちが減ってるっていうところもそうだし若い人がそもそもブランドをかっこいいって思う文化がなくなってるっていう、うん、この二軸はあると思うんですよ。だから下の層が確実に買うってことはなくなるんで上の層で今は溜まってたのがどんどんなくなってるだけ、うん、まあ、今後どうなるかっていうところは3年前後ぐらいでだいぶ風向きが変わるんじゃないかなって個人的に思ってますね、うん、もう下手したら1年2年で変わるかもしれないですね一気に、うんあとはまあポイントとしてちょっと抑えたいのはウルナビですね。ウルナビっていうブランド買取店が3年で 5倍に急増ということで、しかもこれ直営ですか。ウルナビはですねフランチャイズ結構やってるんですよ。多分公表してないだけですね。ここは買取大吉の元社長がやってるのがウルナビっていうサービスで、だからある程度大吉で伸ばしてきた実績があるからそのまま応用してやってある程度までは伸ばせると思うんですよね、まあ、だから伸びてるんじゃないかなとは思いますね。あと小屋シアですよね、やっぱね。39店舗出たということで。2ヶ月前ぐらいにお会いした時は、確かまだ、ね、1店も出店してない。もしかしたらこれは、契約ベースの話かもしれないですね。出店、多分39店舗まで出てないはずです。ただ続々と店舗開店してってますね。なので、ここにどこまで三浦会長の策が割り込んでくるかみたいなところですね。こう見るとけど、やっぱりね、群雄割拠しすぎてて、しんどいな、このマーケットって思うんですね。まあ、あとやっぱ多店舗展開はこの業態はやっぱ FC なんだなっていう感じですかね。直営で500店舗とかなんか数百店舗っていうところがまずない。直営業態で言うとやっぱりそのなんぼやとかになるんで、あ、そっか、ここなんぼや入ってないのか、はい、フランチャイズやってないんですよ。そうか、入ってこないのか。戦略的にはだいたい二分化してて、直営業態とかバイセルとか例えばなんぼやって首都圏に対して何人かのオペレーションの部隊を作って一気ドーンドーンドーンってやるみたいなで、かき集めまくるみたいなモデルか、あとはこのフランチャイズ業態だとこう地方に回りバーッと出してみたいな細かいニッチな人口証券10万とか15万とかお互いとか全然もうちょっと少ないところに出してると思うんですけどとかでもちゃんと数字上げるみたいな、そういうような戦略と分かれてくるんで店舗数が増えないですね、直営のそもそもモデルだと。一旦まあフランチャイズだとね、まあ、こんだけ増えてるっていう感じなんで、とにかく旗から見たら勢いやばいですよね。まあ、でもこれだけ店舗数ができるとやっぱ市場自体は拡大はしますよね。市場の拡大は現状してるんで微増ですけどね。逆に言うと店舗数が確実に増えてはいるのは分かるんですよ。に対してブランドの中古市場がどれだけ増えてるかっていうと結構微増なんですよ。5年間ぐらいを流してみてほしいんですよね。基本はなんかブランド相場の変動があるんで、そこによって安くなったらやっぱこう流通が少なくなったりとか高くなったらなんで、5年間ぐらいのデータを元に平均値を出すのが相場の追い方的にはいいかなと思うんですけど、そうなると本当に微増です。なので結構限界値ギリギリで増えてるというか、なんとか増えてるレベルなんで、店舗数が増えてるから強引に若干増えてるだけじゃないかな。下手したら店舗数変わんなかったら市場は落ちてるかもしれないですよ。ブランドが枯渇してくると業態転換っていうのをしなきゃいけなくなっちゃいそうですね。形も、ね、
けど、ね、ポジショントークもあるんでね、僕はこう自分の信念信じて、この出張買取業態で、そのリサイクルっていう領域でやってますけど、けどもしかしたらまだまだ全然やり方によっては戦える、ね、勝ち筋とかあると思いますし、何を信じるかっていうね、結果蓋開けてみたらね、3年後5年後どうなってるかっていうのは、まあ、人それぞれかなと思うんで、リサイクル通信さんのデータを見てお話しさせていただいてるんで、これリサイクル通信さんって中古業界のニュースを、まあ、取り上げてる新聞で、中古業界にかかる人だったら絶対見ていた方がいいです。マーケットの流れとか、何がこう流行ってるのか流行ってないのかとか、どれぐらい市場が伸びてるとか、まあ、カテゴリーごとに市場の伸び率とかって出してたりするので、まあ、その動画はちょっと概要欄に URL 貼っとくので、カテゴリーごとの市場こんだけ伸びました、マーケットこんだけ伸びましたっていうのを僕解説してるのがあるんで、それもちょっと見てほしいんですけど、まあ、そういうデータをたくさん出してめちゃくちゃ有意義なあの媒体なんで、ぜひあの興味ある方はですね、これ有料購読してください。一応ウェブ版と新聞版とどっちもあるんで、どっちも有料なんですけどお願いします。あとは中古データブックって全部数字があの出てるやつがあるんで、まあ、それもめちゃくちゃおすすめです。さっき僕もポチったんで、まあ、そういうの見てですね、僕もマーケットの勉強してるって感じになるので、はい、ぜひ興味あればお願いします。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。